就活生、Kちゃんと学ぶ、日経新聞。2023年4から9月期の日本企業の決算は、堅調である。集計された純利益は、前年同期比で、3割増となり、最高益を更新する勢いである。自動車産業は、円安の恩恵を受けて順調に推移し、訪日客の増加により、小売やレジャー産業も伸びている。中国の景気減速の影響はあるものの、企業の業績は、全体として、高水準である。集計された、東証プライム上場の393社の決算によると、非製造業の純利益は、32% 増の、約6兆円。製造業は、約7兆円と、24% 増加した。特に、訪日外国人の増加は、関連するレジャー業界にとって、追い風となっている。トヨタ自動車の純利益は、2.2 倍となり、円安効果や値上げが、業績向上の要因となっている。一方、中国の経済減速の影響で、素材や電子部品、設備投資関連企業の業績は振るわず、増益企業は、5割に止まっている。半導体製造企業の投資意欲の減退や、中国の樹脂需要の低迷などが影響している。イーロン・マスク氏は、新しい対話型 AI の、グロック AI を開発し、X、旧 Twitter の有料サービスユーザーが使用できることを発表した。これは、月額16ドル日本で、1960円のプレミアムプラスプラン向けに提供され、チャット GPT のような会話機能があり、X を通じて最新情報を取得することが特徴である。ブロックはユーモアの感覚も持ち、質問に文章で回答する。マスク氏は、ブロックが X のプラットフォームにリアルタイムでアクセスできる利点を強調した。X は新しい料金体系を導入し、ベーシック3ドル日本で368円、プレミアム8ドル日本で980円、プレミアムプラス16ドルの3つのプランがある。マスク氏は以前 AI の専門家を集めて、新会社 XAI を立ち上げ、このブロック AI はその初の成果とみられる。大手テック企業もこのトレンドに注目しており、マイクロソフトはオープン AI に、アマゾンは新興企業のアンスロピックに投資している。この分野での技術者の獲得競争も加速している。阪神の岡田監督は、あそこでの本塁打は予想外だったと語った。4回にノイジーが放った先制スリーランは、試合の流れを変える重要な一打となった。この時、一種から森下の左前打と、大山の四球で一二塁となり、ノイジーが打席に入った。2球で追い込まれたが、4球目のチェンジアップを腕が伸びた状態で捉え、ホームランとなった。岡田監督も、先金のスリーランと称賛した。その後、ノイジーの中前的自打により、この日の4打点目を挙げた。シーズン中は、打率2割4分で、27人中、26位と目立った活躍は少なかった。しかし、岡田監督は、彼の守備への取り組みを評価し、佐藤明が不振の際に、5番に挙げた。第6戦では、ノイジーが、オリックスのエース山本から、チーム初のホームランを打った。この試合では、開幕投手の青柳が、5回途中まで、無失点の好投を見せ、9回は岩崎が締めた。岡田監督は、選手がそれぞれの役割を果たして、この結果になったと評価し、選手としても、監督としても、日本一になれて幸せだと、38年ぶりの優勝を喜んだ。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、待ってます。今日も元気に、いってらっしゃい。